ビクター・ヌソフォー・オビンナは、ナイジェリア女子出身の同国代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションはフォワード。ナイジェリアのユースチームでキャリアをスタートし、2005年に、セリエ A の AC ・キエイ・ボベローナに3年契約で移籍し、トップチームデビュー。セリエ A デビュー戦となった2005年9月11日のパルマ FC 戦で、セリエ A 初得点となる決勝ゴールを挙げた。 2006年1月には、インテルナツヨナーレミラノとの共同保有となった。このシーズン、オビンナは6得点を挙げ、キエーボの躍進に貢献した。2006から07シーズンの結果キエーボは、セリエ B に降格するが、自身はクラブに残留。自己最多の32試合に出場し8得点を挙げ、キエーボのセリエ B 優勝及び1シーズンでの昇格に、貢献した。 2008年8月、インテルへ完全移籍。10月19日の AAS、ローマ戦で移籍後初得点を挙げるが、出場機会は少なく、旧試合の出場に終わった。2009から10シーズンは、リーガエスパニョーラのマラガ CF へ、レンタル移籍し、10月4日のシェレス CD 戦で、リーガ初得点を記録した。2010から11シーズンは、 プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へレンタル移籍をした。インテルとの契約が終了し、フリーエージェントになっていた2011年6月、ロシアプレミアリーグに所属する FC ロコモティフモスクワと4年契約を締結した。2014年1月から半年間は、かつて所属した AC キエーボ・ベローナにレンタル移籍した。 ロコモティフモスクワ対談後の2015年9月9日に、ブンデスリーガで15位に沈む MSV デュースブルクと1年間の延長オプション付きで、シーズン終了まで契約した2016年8月5日、ブンデスリーガに昇格した SV ダルムュタット98のトライアルに合格し、契約を交わした。2017年9月13日より、アブッサプレミアシップのケープタウンシティ FC に、 加入したが、翌年2月3日に契約を解除したアフリカネーションズカップ2006でナイジェリア代表に初めて招集されるとグループリーグのガーナ戦で初出場。準々決勝のチュニジア戦では代表初得点となる同点ゴールを挙げ、ナイジェリアはこの試合で最終的に PK 戦で勝利した。2008年には北京オリンピック代表に選出され3試合に出場。 銀メダルを獲得した。南アフリカ W 杯予選では3得点を挙げ、ナイジェリアの杯出場に貢献。アフリカネーションズカップ2008では代表を打ちしたものの、アフリカネーションズカップ2010では代表に返り咲き、全6試合に出場。準々決勝のザンビア戦では、PK 戦で3人目のキッカーとして、PK を成功し、3位決定戦のアルジェリア戦では、 決勝点を挙げ、ナイジェリアの3位入賞に貢献した。彼の名字、オビンナはナイジェリアのイグボゴで、神の心という意味を持っている。ありがとうございます。